情報キャッチアップ、ビズレコ。多彩なアプリケーションソフトを展開するソースネクストから、今回はパソコン向け書類印刷用ソフト、さよなら手書き2をご紹介します。シリーズ累計販売本数8万本を突破した最新バージョン、さよなら手書き2は、これまで手書きをするしかなかった各種申請書などの記入欄に文字をぴったりと入力して印刷できるソフトです。 PDF やスキャナーで読み込んだ書類にマウスをドラッグして範囲を指定するだけで記入欄を自動で認識、テキストボックスを素早くまとめて配置して文字入力ができます。また金額や振り仮名などマス目になっている記入欄もマス目の数を指定するだけで一文字ずつぴったりと入力が可能です。その他、日付や宛先だけを書いた申請書類を複数作成できる差し込み印刷や、パソコン上で書類に捺印できるハンコ作成ツールなど便利な機能を搭載。提出書類をきれいに書きたい、同じ内容で何度も提出する書類を効率よく作成したい、記入欄が狭く手書きでは書きにくいなど、煩わしかった書類作成をサポートしてくれます。ソースネクストの書類印刷用ソフト、さよなら手書き2、詳しくはウェブサイトをご覧ください。東京大手町日経会社情報編集部で今回発行の秋号について伺いました。3月決算会社の第一四半期決算が出揃いました。米国の利上げ、中国の景気後退など株式市場に不透明要因が増す中、銘柄選びの基本になるのはやはり業績面の裏付けではないでしょうか。秋号では第一四半期決算を詳しく解説、日経新聞記者の2016年3月期予想のほか、主要銘柄についてクイックコンセンサスによる3期予想を掲載します。関東特集では4、6月期の実績から今後の情報修正が見込めそうな銘柄を探ります。また日本郵政グループなど大型企業の上場が見込まれる新規公開の動向を展望するほか、いよいよ動き出すマイナンバー制の概要と関連銘柄を解説します。刊末では第一四半期の営業利益進捗率をランキングし、情報修正の可能性を探ります。さらにクイックコンセンサスによる2期後3期後の経常増益率ランキングやアナリストが予想を情報修正した銘柄を掲載。8月に銘柄が入れ替わった JPX 日経インデックス400全銘柄も収録しています。これから伸びる有望な銘柄探しにぜひ本誌を役立てください。日経会社情報秋号はお近くの書店で。今回紹介した情報は日経 CNBC サイトビズレコページでもご覧いただけます。